シートでデータを共有する必要がある場合、どうすればよいでしょう。そんな時、セルリンクが役立ちます。セルリンクを使用すると、シート間の情報を簡単に結合し、リアルタイムで共有することができます。あるシートから特定の値を別のシートの読み取り専用フォーマットに抽出できます。複数のシートのデータを整理したり、ダッシュボードでグラフ化したり、シート間のロールアップ計算を作成するのに最適です。セルリンクを使用すると、リンク先シートが共有されているユーザー全員にリンクされたデータが表示されます。情報はセルリンクを使用して取り込まれた場合にのみ表示されます。ユーザーはデータにアクセスできますが、何かを変更することはできません。一般的な例でセルリンクの仕組みを見てみましょう。私は複数のプロジェクトを管理していますが、詳細なプロジェクト計画は別のシートにあり、その作業を進めているチームとしか共有されていません。他の関係者は、すべての詳細を見ずにプロジェクトの概要を追跡する必要があるため、プロジェクトロールアップシートを作成します。セルリンクを使用して、このロールアップに入力します。リンク先シートであるロールアップシートでデータを取り込む必要がある連続したセルを選択し、ツールバーのセルリンクボタンに移動します。次にデータをリンクさせるソースシートとセルを選択します。このように操作は簡単です。また、ソースシートからセルリンクを作成します。ソースシートでリンクさせるセルを選択してコピーし、リンク先のシートを開いてリンクされたデータを取り込むセルを選択するだけです。選択したセルに移動し、条件付き貼り付けを選択し、コピーされたセルへのリンクを選択します。リンク先シートのセルリンクは、セルの上部にあるデータの方向を指す青い矢印で示されます。ソースシートのセルリンクは、セルの下部にあるデータと反対の方向を指す灰色の矢印で示されます。セルリンクが作成された後に、ソースシート上のリンク付けされたセルに加えられた変更を保存すると、リンク先のシートにすぐに反映されます。それは瞬時に行われます。セルリンクを編集または削除することもできます。私はミスを犯した時やデータをリンクする必要がなくなった時にこれを行います。プロジェクトの要件はすぐに変化する可能性があります。セルがリンクされているシートが示され、ハイパーリンクが2つ表示されます。セルをリンクするのはとても簡単です。1つ設定してみてください。詳細については、スマートシートヘルプ&ラーニングセンターにアクセスしてください。